頼りないこともあるかもしれないけど、それでよければ今は大丈夫。これからもいい感じになれる、それでいいでしょう。そんな二人はな二人でもない日常が、なんでもないことで終わる。ありがとう、さようなら、あの日の。人気の多い通りにも小さいボーイさんが夢を大事に残して、この夏もまた会える。